はい、たちはん、こんにちは、シャンメイです。本日も、マージマンション、続きをやっていきたいと思います。さてさて、<laughs> 何も作れてない。なんてこったい。とりあえず、あの、イベントの方が、あの、体力回復しておりますのでね、作っていこうか。えっとね、ちょっと待ってよ。<laughs> そろそろ開けてもいいかこれをちょっと待ってよこうこうこうと回収出す羊はもうないねこうかなでどこ開けよう亀めさいうん こうかなでどっちどっち開ける上かなでまあ像は置いておこううんあとはちょっと待ってよレベル 6のこのアイテムよいしょよいしょこれを作りたいんだよねあ間違えたなな、何 何をやってるんだじゃなくてまずはちょっと開けていこうこの辺を。 3タップしかできないの結構、うん、改めて考えるとシビアだよね、これ <laughs>。うん。で、無料。トレードはまだ復活してない。 さあじゃあ今日はどうしようかな。<laughs> 回収回収回収。あと3日で割とギリかな。今回今回割とちょっとサボっちゃったからね。プロポーズミステリーのこの、まあ、いわゆる月間イベント。カメ。したかな こんなもんかなダンボールあと1個だなうん よいしょ。よし。じゃあ一回ちょっとメインの方に戻ってしまって、体力が100になっておりますのでね。うん、どうしようかな。あまずはこっちかなでも。スペースがあんまりないんだよな。便器缶入れとくか。 うん。あと、待ってよ。水切りワイパー。あ、でもまだ、今日はできんな。ね。<laughs> なかなか、ハードだよな。 うん。水切りワイパーで、せめて、一個下のモップかなモップがあれば、なんか希望あるんだけど <laughs>、まだ先、明日かな あ、そういえばあの、先日借りた本で読み終わったんで返してきたんですけども、銀波商店街の事件簿の方ですけど、あのね、ブラザー編とシスター編の方、両方ちゃんと読み終わりました。 いやね、あの、読んだ感想ですけども、あれね、面白いね続せ。続編が見たいです。続編が。なんか続編作れそうな感じではあるんだよねで。あとはね、なんか、その、ブラザー、ブラザーズとシスターズの方でさ、ちょっと待ってよ。あの、 4兄弟と3姉妹が出てくるんだけど、それぞれね。なかなかね、みんな、キャラがいいからさ、なんかアニメとかでめっちゃ見たいなと思って。アニメ化してくれないかな <laughs>。もしくはま、ま、まずあれかな。コミカライズコミカライズが欲しい。 ちょっとね、なんか、最初に読んだ時はちょっと、ブラザー編の2話目がどうしても納得できなくてね、ちょっとなんか言ってましたけどね。やっぱね、面白かったね。あとあのー、3話構成になってて、まあ3話とも、まあ、ゆるいつながりの流れはあるんだけど、別の事件として見てもいいから、 ちょっと待てよいいからね。まあ、読みやすいんだよね。ささっと読めるというか。あの、読みやすさも結構良かったな。やっぱりキャラがいいね。だからみんな可愛いなと思って <laughs> 見てた。あと、ブラザー編とシスター編のね、キャラが、まあ、あの、 あるタイミングで、ちょっとこう、工作するところがあるんだよね。ちょっと待ってよ。うーん、しまえないな。そう、工作するところがあるんだけど、ちょっとこの、この二人、会話してくれないかなこの二人、なんか、もうん、極論言うとくっついてくれないかなって <laughs>、思ってた二人がいたんだけど、 付き合っちゃえよ、みたいに思ってた二人がいるんだけどね。出会ってないタイミングからずっと思ってて、この二人気が合いそうだなって思ってたら、なんとですよ。<laughs> ちゃんとねあの、私、私の推しの二人がどうやらくっつきそうっていう、ね、感じですね。ああ、なんか続きがあったら読みたいな、あれ。ゃ私はですね、あの、 シスター編だと三女さん。ブラザー編だと三男くんがね、推しですね <laughs>。ストーリーの流れとしては、そうだな、長女さんはね、出てくるんだけど、 出てくるんだけど、でも事件の流れとしては、次女さんと三女さんがシスター編では、この二人がまあ中心で話が動いていく感じで、3D パートとかも結構ね、その二人が一緒に動いてることが多かったかな。で、ブラザー編の方も、まあ次男くんと三男くんが 3D パートでは、 一緒に動いていることが多かったかなって感じだね。やっぱね、どっちのブラザーくんたちもシスターちゃんたちも、あの、長女さんも長男さんも社会人だからさ、なかなかあの、探偵パートとか推理パートのところで、みんなとあの、兄弟たちと一緒に動けないんだよね、昼間。<laughs> 社会人だからさ。 その辺はあの学生の身軽さが結構生きてくるよね。あと二日で5レベル。プロポーズミステリー。いけるよねいけるよなかっこ不安 <laughs> で。でも三女さんと三男くん推しだな。とにかくね、あの、ちょっと 見る機会があったらあの図書館で借りてもいいんで、あのぜひ、ぜひ読んでほしい。ただあの、私がさっきから言ってるあのブラザー編の2話目は、ちょっとやっぱね、ちょっともう納得いってない。あれだけは,は、他は、他はいいです。なんだろう、あの、うーん、そのあそこの2話目だけはね、ちょっと、いや、いいんだよ。 美徳、美徳は、美読は美しいことなんですよ。ですけどね、それはね、誰かの犠牲を伴っててはいけないと思うんだよ。うまく言語化できないんだけど、誰かの本人が納得していたとしても、やっぱり外から見て、その人は犠牲になってるなって見える、 のは、やっぱり犠牲だと思うんだよな本人がいいとしてもね。うーん、うーん。<laughs> そう、そこだけね、ちょっとね、気になったけど、でもこういうふうに考えさせるのもね、まあ、その、作品の一部ではあるよね。そういうのも狙いかもしれない。そこまで考えさせることが。あ、しまった。こっちにある。えー あ、これで1個開くから、開くから、な、ん、閉まっとくか <laughs>。こっちでは今何をしているかっていうと、ゴミ袋を作っているんだ。あのね、この1個上だよね。別に、ね、あの、ダクトテープを分解してもいいんだけど、だけど、 まあどうせ多分、ノコギリセットがいるだろうと、見越した上でだ。じゃあ、まあ、無駄に、ノコギリじゃないわ、えっと、ハサミを使わなくてもいいんじゃないかというね。自分の認識のもとで今、動いておりますけれども <laughs>。その、銀波商店街の、 事件簿の、あの、ブラザー編とシスター編ですね。あれを、ちょっと気に、もし気になる方がいらっしゃったらね、図書館で、図書館とかで借りれれば、借りれればちょっと見てほしいですね。絶対これアニメ化する、するんじゃないかっていうぐらい私は面白かった。誰か目をつけてくださる、コミカライズとかしてくださる出版社とかいらっしゃったら、 ぜひお願いしたいなあれうーんと、これは売れない。もうこれだな <laughs>。しかもあの、なんかあの、長く続けれそうなね、設定なんだよね。話の流れ的に。事件さえ起これば。でもあんまり、あれだよね、ずっと事件そこでやってるとあれなのかな。 あの、金大地くんとか、あの、コナンくんみたいに。あの、この街だけ相当な人数の死者が出ているみたいな感じになるかもしれない。あ、できたね。よしよしよし。よし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 。これで、こ,これで、収めることができますよ。焼けたベンチを解体する。 なんか会話はないね。あ、割と緩いのが来たな。よしよし。そうそう。あとはね、ちょっと面白いなと思った設定としてはさ、あの、本はブラザー編とシスター編で2冊に分かれてるんですけど、この2冊が、 同じ事件を取り扱ってるんですよ同じ事件なんですけどもやっぱり事件解決までに見ている人の視点が違うので結果,がもう結果も違って見えるんですよ。あれすごいなと思って。 なかなか難しいよね。あそういう設定で。矛盾なく組み込むのってね。でもそういうの大,大好物なんですよ、私。えー、っと。えー、っと。さすがに売るか。ネ、ね、ジあったっけないな。 これ作るまでに、これ作るまでにさ、ペンキ缶出るかと思ったけど、相変わらず出ないな。あ、2本いるんだ。<laughs> 間に合った。バールが2ついる。バールに、おの2。待って、これなんだあ、こっちか。 ななんでもない,いいやバールは普通に2本作るでもあれ本当シリーズものにならないかなってすごい思ってるよ <laughs> バールにおのにちょっと待ってねちょちょっと待ってね ちょっと待ってね。あれ <laughs> よし。これで、壁の株を取り外す。へいおー、完全に床だけになった。のかな <laughs> ドライバーナイフ1。うん。 ドライバー。ド、ドライバー。スクルースクルードライバーこんな時のために取っておいたんだ。これを。えい。今日41までいけるといいな。よしよしよし。 ドライバー結構上だからね。ペンキ出ないね。この驚きの出なさだよね。あ、そう銀浪商店街の事件も。一応ちょっと貼っとくか。概要欄に貼っておきます。アマゾンか楽天であるかなあれば。な、なかったら貼れない。<laughs> 存在してなければ貼れない。 あ、じゃあこれちょっと収めるか。結構テラスらしくなってきた。はい。やっと進める。進めるけど、待ってよ。待ってよ。えー、っとね。ドライバーを、スキルドライバーを先に作るか。気になる人はですね。ぜひ見てほしいな。銀波商店街。面白かった。 よいしょ。うーん、ギリギリかスキップ。手袋って今在庫、あ、ゼロか。これしまっとこう。手袋そこで。とか、いろいろ収めたから、のと合成で余裕はできたのか。2マスだけね。<laughs> 2マスだけ余裕ができたのか。 うん。ちょっと待って、このマスでいけるか。よいしょ。もうお金は即回収じゃないと間,間に合わないな。間に合わないっていうか、スペースがきついな。うーん、回収。 うん。<laughs> まあ、これが売るか。よし。ドライバーできたけど、あんまりやっぱペンキ感出でないね。と、ナイフ。ナイフ。はっ、切れた。どうしよう。1回復だけ。1回復だけするか。5ダイヤ。 うん。いや。えっと、回復。あ、ま、間違いない。何をやってるんだ <laughs> 何をやってるんだこっちじゃない。こっちじゃない。<laughs> ちょっと待ってよ。よし。えっと、こっちじゃなく、もう、好き、好 <laughs> きがな、ない。 しょうな、ん、い回復回収しよう。ネジ、売る <laughs> おおどうしようか。レンチ、うん、ん。とりあえず、スクリュードライバーとナイフ。 焼けた床板を撤去する結構進んどるんじゃねいか今日どう,じゃどうじゃどうじゃどうじゃうっう <laughs> こっち何この右のやつんこれ何えど,どういうこと体力と引き換えに 焦げた瓦礫をくれるけど、別にいらないな。これはレベル4か、木の板。これはちょっと打って、これもうどっちかと,いうとスペースの問題あるな。これもう一マスでもちょっと縮めたいから、一回ちょっと使わせてもらって。 よし。とりあえず、一回、一回ね。ここ。で、で、待ってよ。まず板ができるかどうか大きいな。釘はなんとかなりそうなんだけど。板だよね。これ。うわぁやっぱり えっとね、板。板は、板は。ノコギリセットがいる。ノコギリセットがいる。ドラま、でも作、作るじゃあ、ドリルまでは作ってあるんだよ。頑張ったよ。ので、まあ、もうちょっとでもないけど。 うん。突きた <laughs>。突きたので、まあ、これは打って、あのね、うんそうだな。もう釘はそんなに苦労しないことが分かったので、もうあの、正直、バールさえあれば、いくらでも出せるかな。問題はこっちなんだよね。板だけは、この板だけは、あ,あでもな、 これせめてな、レベル2が出てくれればなぁ、完成したんだけど。まあ、そう都合よくはいかないよね。いや、まあ、釘はいつでも取れるから。どうするかなぁ。あと、これっているのかなぁ。 いるのかなってかたくさんいるのかなだよねすで <laughs> に2つあるんだけどさいらない気もするんだよねこれ出してちょっと待ってね 今あのうかつな動きを自分でしてるなって思ってるんだけどね。えー、っと、しまう。こう、こう、こう。これで、あ、そっか、レベルが違うのか。あれは5か。 ちょっとコンパクトになるかなと思って <laughs>、やり始めて。ちょっと向こう行ってくる <laughs>。向こう行ってくる <laughs>。えーっと、これ。割とメイン進めてるとやっぱ、ここは、いい感じで、溜まっていきますね、体力が。こうか。これで、こうですな。 よし。じゃあ。うーん。あし閉まった左下とか右下の。じゃ左上か。左上とか右上のやつに合成するつもりだったのに。 これで、こうです。で、これで、こうです。うんうん。順調順調。ちょっと、クモの巣は左、クモの巣っていうか、段ボールは左下だけ。 うん、ね、回収でアヒルはもうないから合成でも羊もないから待チだなこれはまああと体力6だし 終わった。終わった。いや、今日全然進まないかと思ってたけど、うん、意外と、意外とは、それなりに進んだかなあと60体力。ダイヤ使うほどではなかったか。 あとはじゃあ、褒木を作る目的ですが。どうしようかな。これ、でも3本、3本出られても困るな。<laughs> ネジが。うーん。 どううしようかなこれ育てたかったんだよねちょっといやどうしようかなあ二2本なんだなんかいつも最後3本出てた気がするけどいつの間に2本になったんだろうえじゃあバールをいやダメだスペースがないスペースがないどうしよううんー 一応ね船はもう一個あるんだけどいやでも下手なことしない方がいいかなうーん この中でいらないもの、まあ、そうだな。この辺かな。尺 <laughs> 薬はいらないっちゃいらない。さよなら、尺薬 <laughs> また会おう。よし、これでね。余裕はできたので。うん。 あんまり余裕ないな <laughs> えっとあとは土でも出しておくか。 あこれくらいだよね。でも、あとはこの辺の。回復待ちですね。一応、これ行く。これ。一しか出ないのきついな。 うん。さよなら。<laughs> いやー、これくらいにしといた方がいいかな。回復待った方がいいな。明日までに、 <laughs> まあ、水切りワイパー。モップ。までは、作る。で、こっちは、そうだな。できれば、うん、ノコギリセットいきたいけど、多分、ど、あの、電動ドリル、キャリーカート、ぐらいまでかな。いけて。 多分ね。まあ、でも、ちょっとずつ進んでる感はあるので、まあ、良いかな。じゃあ、あと、2日と23時間で、こちらは、あと5レベル上げます。頑張る <laughs>。よし。じゃあ、今日はこんなところかな。では、ご覧いただき、ありがとうございました。また次回配信で、お会いしましょう。ごめん。あと、今、レベルいくつだっけレベルじゃない。 2割、平気のサウナ小屋、今2割完了しております。では、失礼します。